ちょっとね、帰りにちょっと開山公園、博多島の開山公園がね綺麗だって、さっきおじいちゃんが言ってたのを聞こえたんでね、ちょっと今ちょっとだけね、ちょっとだけ寄って帰りたいと思います。どんなものかね、ちょっとね、今の時間じゃね、もう桜も見えないんかないかなと思うんですけど、ちょっとワンちゃんね、せっかくここに来たんでね、通り道なんで、ちょっとちらっとだけでもね見ていきたいなと。うわー、せっかくここまで来たのにな、寄らないっていうのも、次桜のシーズンにいつ来れるかわからんですからね、どんなもんだけか、どんな規模なのか、ちょっと偵察がてらですね。おお、すごい、はあ、これは見事ですね。へえ、これは綺麗だわ。ここはですね、博多島にある開山公園っていう場所なんですけど、ここの桜は本当に綺麗ですね。今日行った石前さんの桜もね、十分綺麗だったんですけど、あれは、下からずっとこう山頂まで峰沿いに桜がいっぱい咲いてるという感じだったんですけど、ここはですね、山全体が桜で覆われてるという感じでですね、もう本当に綺麗でしたね。単純に桜を見るというだけでしたら、こっちの方が綺麗なんじゃないかなと思いますね。石前山はね、山の上から見る景色っていうのも大変素晴らしかったんですけども、単純に桜のね美しさということでやれば、個人的にはこっちの方がいいかなと思いますね。というかね、ここ以上のね桜の名所、自分はね行ったことがないですね。それぐらい美しかった。特に今年はね、桜当たり年なんじゃないかなと思うんですよね。こうめちゃめちゃこうボワボワっとしててですね、花びらが多い、本当に綺麗でしたね。日没もうギリギリだったんで、まあその辺のね、夕日の美しさと相まって、この桜の綺麗さが映えたというような気もしますし、まあタイミングが良かったなという感じがしますね。うん、本当に綺麗でした。